20歳以下の世界選手権で準優勝を果たし、今後も活躍が期待されている陸上競歩の大山藍選手に保険会社から支援金が贈られました。鹿児島女子高校3年の大山藍選手は去年8月、陸上競歩の20歳以下の世界選手権で準優勝を果たしたほか、先月は20歳以下の全国大会で優勝を飾るなど、今後のさらなる活躍が期待されるアスリートです。2020年から地域のアスリートへの応援プログラムを続けている明治安田生命は、今年度全国76人のアスリートを支援する予定で、このうちの一人に鹿児島からは大山選手が選ばれ、今日は支援金の目録が送られました。大山選手にご活躍いただくことが鹿児島を元気にすることにつながると考えております。このような形でご支援をさせていただいたっていうのは初めてなので、結構緊張してるっていうのもご支援いただいたものをしっかりと大切に使えるように、これからの競技に生かしていけるようにしていきたいなって思っています。大山選手は来月韓国で開催される20歳以下のアジア選手権に出場予定で、10月の鹿児島国体でも地元優勝を目指します。